はい、皆さんこんにちは、こんばんは、 GK です。今日はついにやってきましたプロスピマーケットの最終日ですね。来ましたよ、最終日前夜ということで、しつこいようですがプロスピマーケットの抽選ボックスを引かせていただきます。ここでスランク契約書を出さないともう後がありません。ということで気合を入れてやっていきましょう。一応グラシアル選手もねかっこいいですよね。画面開くたびにグラシアル選手が見れて僕は幸せですね。なんて横には日本選手がいます。横には藤田選手、あ、高橋純平選手もね順調に育ってきてますよ。最初雑談しようかな、ちょっとこれ乱数調整みたいなもんですよ。うん、あ、おかわり選手もねもうすぐこのイベントのおかげでついにレベルが69まで上がりました。何も経験値与えずに。あとはね、まあ、高橋純平選手48、高橋光成選手もね57まで来たんでね、まあ知ってる人は知ってるでしょう。筒香選手から代わりに生まれてきたこの凸4の高橋光成選手が極みになる時が近いですね。まあ特訓レベルを上げないといけないんですけどね。ああ、でも特訓レベルもそっか上がってるんですよね、あの筒香選手からね、あのしれっとした分なんで、そういえばすぐ極みになるでしょう。うん、ってとこかな。あ、一応ね、あのホークスのルーキー佐藤選手もちゃんと育ててますよ。一応トツ3までは今いけるんですけど、これで3人目かな育ててるので、今2人はねもうランクレベル60になってますけど、まだ強化はね、まあ、別に急いでするもんじゃないんで、ゆっくりやっていきたいと思います。ということでいきましょうか。さあ、一応マニーは 22,615 マニーあります。もう正真正銘これが最後ですね、動画は。じゃあちょっと数合わせで1個ずついきますね、ここら辺。あ、エナジーが1個ぐらい出てくれ。お、エナジーですね、やった。いや、エナジー大事よ。もう1個、まあコインもね嬉しいんですよ。じゃあだいぶねコインも溜まってきたね。うん、富の試練回らんでよくなったかもしれない。ということで110連ですね。ツイッターで見ました、 S ランクが出てる画像を。さあ、うん、渋いな。もうあれは見飽きたね。うん、それはもう見飽きたんすよ。見飽きてるんだよな。せめて A ランク契約書が欲しいです。うん、このキラキラキラーンはもうダメ。できればエナジーが5ぐらい出てほしい、それなら。いやー、もうやめてくれ、やめてくれよ、お願いしますよ、こんだけ頑張ったんだから。聞こえてますか、抽選ボックスさん、お願いしますよ。ちょっと期待させるんじゃないよ。キラキラ、おお、4エナジーは嬉しいよ。さあ、おおいおいおい、マジかよ。いや、それは違うんだよ、もうキラキラは違う。やばい、嘘や。さあ、ラスト1回、いや、マジでお願いします。やっぱりね、最初にエラン契約書3枚引いたのは奇跡でしたよ、皆さん。低評価いっぱいつけてましたけど。あれ、みんな引いてない気かな、まだね。基準が分かってなかったということでしょう。さあ、行きます。あ、終わった。皆さん、これはやっぱり無理です、正直。だってこの前に契約書すら僕取ってないんですよ。特訓講師とか取った方がいいんですよ、本当は。本当はね、本当はこっちを取りたかった僕は。あー、そんなこと言っちゃいかんね、ごめんごめん。抽選ボックスをちゃんと引いたんですが、結局200、うーん、あー、じゃあ112、多分ねボックス合計でどんぐらいしたかな、200、300連までは行ってないかな、多分200、そうですね、270ぐらいしたかな。
280ぐらいいってるかもしれないです。わからんっす、そこら辺の細かいところは。結局 A ランク契約書が3枚出ただけかな。最初だけでしたね。うん、まあちょっとね、後のイベントの兼ね合いとかもあるんで、ここら辺でちょっと許してください。本当にごめんなさい。本当申し訳ない。僕もね、引けたかったんですけど、こればっかりはね、運がなかったということで、はい、もう残念ながらですが、ここで終わらせてもらいたいと思います。申し訳ございません。これといってはなんですが、1回だけスカウト回しましょうか。25エナジー返ってきたんで。本当はね、こういうの回したいですよ、貯めてね。でも面白くないもんね。じゃあ甲斐選手を狙いましょうか。奇跡を起こしてくれよ。月、あーないね。ピッチャー星君、今のところ何もなしですね。もう一個、あーマッチということで、もう許してください。ここら辺で本当はね、エナジーもっと貯めてね、後のイベントとかに貯めたいんですけど、まあこればっかりはね、うん、動画上げてるものとし、ものの使命として B ランクはね、いっぱい集まったんで、まあこれで、はい、育てていきましょうかね、選手を。また地道に、まあ言うてね、でも3400の選手は2人ぐらいいるんで、多分リーグ9位以下に落ちることはもう正直ないんじゃないかなと僕的には思ってるんですが、まだ特能とかをね、上げないといけないんで、まあうまいことやっていきますよ、これからもね。まだシリーズ1始まったばっかなんで、多分ね、もう落ちるんで1回でもね、夢見れただけよかったですよ、ほんと。1回ぐらいはね、覇王を経験したいなと思ってきたんで、思ってやってたんで、はい、よかったと思います。無事トップの景色を見れたんで、最上部ではないですけどね、うん、一応トップリーグは見れたんで良かったと思います。はい、ということで、すいませんでした。ご視聴ありがとうございました。ここら辺で失礼します。お疲れ様でした。